こんばんは、神崎まどかです。お仕事お疲れ様です。今日は花火大会へ着ていく浴衣を買いにデパートへ行ってきました。そこで今回は世界の花火大会と日本の手持ち花火についてお届けします。最後までお付き合いくださいね。夏の風物詩の一つに花火があります。花火大会となると子供だけでなく大人もワクワクしますよね。打ち上げ花火の起源は紀元前3世紀の古代中国だと言われていて、観賞の花火としては14世紀にイタリアで始まったと言われています。それから大航海時代に世界に広まり、日本へはイギリス人が伝えたそうです。日本では一般的に夏に打ち上げられることの多い花火、徳川吉宗の時代に大飢餓とコレラの流行により多くの人が亡くなった際、その霊を慰めるために隅田川花火大会が行われました。その起源に由来して各地で夏に花火大会が開催されるようになりました。このほか豊作祈願や感謝、神様への奉納のためのものが多く見られますが、国によっては国家イベントだったり富豪たちの富の象徴となる場合もあるようです。日本の四国より一回り小さな面積の国、クウェートは中東のペルシャ湾の奥にあり、16世紀頃からオスマン帝国の支配下にありました。独立した翌年の1962年に憲法発行が宣言され、ペルシャ湾岸諸国の中で初めての立憲君主国家となりました。憲法制定から50年後の2012年11月にはゴールデンジュビリー大花火大会が開催されました。ゴールデンジュビリーとは50年祝典の意味で、独立50周年記念の花火大会となります。国家的祝典だったこともあり、総工費13億円で1時間で77,282発の花火が打ち上がり、史上最大規模の花火大会としてギネスにも認定されたそうです。クウェートの独立50周年記念の花火大会から1年後、同じくペルシャ湾岸のドバイで大規模な花火が打ち上げられました。ドバイといえば石油産出国というだけでなく、貿易や商業の中東地域の中心地として目覚ましい発展を遂げていて、観光産業の発展も凄まじく、世界中からビジネス客や旅行者が集まる国際都市としても有名です。そんなドバイで2013年の大晦日に打ち上げられたカウントダウン花火は、クウェートの7万発を優に超える50万発。それがたったの6分間に打ち上げられたそうです。しかも、かかった費用は6億円と、クウェートの費用の半分以下。世界的なビジネス都市である一面が見られました。海外にもいろいろな花火はありますが、やはり日本の花火も負けていません。打ち上げ花火も素敵ですが、日本独自の進化を遂げた手持ち花火も海外にはない風情や儚さが人気です。外国人は日本の花火文化をどう思っているのでしょうか。とってもカラフルだよね。花火も屋台のお店も浴衣も、見てるだけで楽しくなっちゃう。こんな素敵なイベント夏だけじゃもったいないわ。一年中やってくれないかしら。アメリカに比べて日本の花火は丁寧に感じるね。打ち上げる時間に間を空けたりとか、一発一発をじっくり楽しむのが日本流なのかな。スウェーデンでは年明けに花火を上げるから夏に花火があるってのは新鮮だよ。日本人は夏になるとことあるごとに手持ち花火をやりたがる。学生の頃、合宿とか旅行に行くと必ず誰かが花火を買ってきてたね。韓国にいた頃は友達と花火をしたことがなかったから驚いたよ。線香花火はちっちゃくて可愛い。日本のわびさびを感じるわ。花火って派手なものだと思ってたけど、こういう落ち着いたものもあるのね。いかがでしたか？日本の一発一発をゆっくり見る花火と違って、
6分間に50万発上がる花火はすごそうですね。他にも日本と海外では違うものなどあれば教えていただけると嬉しいです。私、神崎に対するコメントもお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。明日もまたこの時間にお会いしましょう。